さだうげそんりとそのキックは強力です。ムエタイの虎さだうげそんりと赤コーナー193センチ 112.0kg 和光世界ムエタイスーパーヘビー級王者マイクベルナルド。そのパンチはまさに強豪です。マイクベルナルド。レフェリー猪狩元秀、ジャッジ島光夫、田畑康夫、水岡雅人。K1 ルールで行われます。3分5ラウンドです。そして1つのラウンドに3回のラウンドでノックアウト負けとなる3ノックダウン制、また5ラウンドで決着しない場合は判定にもつれ込みます。第2試合 K1 ルール3分5ラウンド、サダウゲストンリットムエタイのトラ対マイクベルナルドミスターゴードラッシュ。解説は聖堂会館館長石井和義さんです。石井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず前評判ではこのパンチ、マイクベルナルド、そしてサダンの蹴りですかね。そうですね、サダンの蹴りと、あの首相撲からの膝蹴りですね。なるほど。マイクは経験したことがないんで、なるほど、これをどういうふうに対応するのか、この蹴りですね。そうすると組んだ時が一つ、そうですね、なるほど、注目ですね。離れた蹴りですね。なんといっても左右のパンチは強烈です、マイクベルナルド。ただキックの防御も最近のマイクは随分と強打しましたね。うまいですよ。まずは周りを詰めていきます。はい、マイク赤いグローブ、そしてサダウ青いグローブ。だからマイクベルナルドがサダウのローキックをどういうふうに封じるかということですね。なるほど。今度12月13日には K1 グランプリの決勝戦で、今度はフィリオなんですね。そうですね、まあ、K のスペシャリストですから、はい、これは一つの試金石になりますね。試金石になる、はい、今度はキックを見せたマイク、そしてサダウが後に下がります。前を取っていこうというサダウ、追い詰めていくマイクベルナルド、赤いグローブ、そして青いグローブがサダウゲッソンリットムエタイの選手。なんとかコーナーに追い込もうというマイクベルナルド、この蹴りです。サダウの蹴りはどうですか、石井さん。いいですよ。いいですね、非常に鈍い音がこのリングサイド伝わってまいります。ムエタイ独特の左のミドルですね。しなりがありますね、あれを受けてると右手がしびれてパンチが打てなくなるんですね。あ、じゃあガードしてるようでも、はい、ガードの上から蹴ってるんですけど。なるほど。さあマイクベルナルド、そのあたりも十分に対策は練っているんでしょうか。マイクにローキックを蹴っていくとですね、パンチ合わせられるんで、はい、サダウは左のミドルから入ってるみたいですね。あ、そうですか。中段を蹴っていって、はい、マシリー、サダウの回し蹴りが空を切りました。マイクは一瞬グッと姿勢をかがめて、その上を通過していきました。非常に鋭い目つき。このサダウの蹴り、折りを取られた、素晴らしいパンチが決まりました。ムエタイのトラサラウゲストンミット、マイク・ベルナルドの右へバイパスしていました。すごい、やっぱですね、やはりラッシュが来て、マイク・ベルナルド選手に勝利者トロフィーが贈られます。もうあれでもサダウは意識ないです、はい、実際ね、ちょっとあまりにも短かったんですが、はい、今度の12月のグランプリに向けて資格なしですかね。資格ないですね。ローキックのディフェンスも完璧ですし、はい、で逆に蹴りを返してましたよね。そうなんです、受けてですね、マイクは随分蹴り出しましたね。出してます、調整はうまく進んでるみたいですよね、はい、このアッパーですね。このアッパーです。かがんだところ、ちょっと体勢崩れたところ、いや、もう完全に膝から崩れますから、はい、打たれた瞬間でも意識がありますね。そうですね、また今度マイクのこれからの未来が楽しみになってきました。そうですね、はい、マイク強しということじゃないですか、はい、まさにマイク強し、はい、スペシャルマッチ第2試合、見事マイク・ベルナルド KO 勝ちです。その後、このサダウの蹴り、折りを捉えた、サダウの蹴り、ベルちゃんから強烈な右アッパーを食らったサダウ選手、その倒れ方からしてきっとかなり深刻なダメージを受けたに違いない。サダウのことが心配だ。とその時、
時、サダウ笑顔で生還。